僕は親父が裏口やってようがやってまいがそんなことはどうでもよくて、親父がヤクザにペコペコ頭を下げた、そのことが俺にとっての親父のイメージとあまりにも違うんです。親父はそんなことする人間じゃなかった。もしかしたら裏でしてたのかもしれないけど、少なくとも俺にはそういうふうに見せなかったし、周りの人間もそうは思ってなかったから、別にそれをしてても尊敬は変わんないですよ。ただそれを世間にそういうイメージを撒き散らしたってことが僕が一番許せなかったことであって、実際に僕ははっきり言えるのは、前の日に缶詰になったその事実は絶対にない。それは全く記憶にないから、だから、そういう意味で言うと、俺に勉強を教えたっていうそのジジイを呼んでこいっていう話ですね。それは本当に法廷で会いたかったし、いまだに会って話をしたい、その人にっていう思いがありますね。だけど、だからその辺はちょっと僕にはなんでこんな風に誰かが言う、そういう風に爆笑問題の太田をのイメージを傷つけてやれって思ったのか、もういろんなケースが考えられますよね。それはなんでこうなったのかはちょっとわからないですね。新潮社側は、すぐに控訴をしたということがあります、この控訴の受け止めいかがでしょうか。控訴パワーって言いますからね。それはいいんですけど、新潮さんにもプライドはあるでしょうし、俺みたいな、要するに社会的意義って言ったのは、社会的意義ってそれほどお前が偉そうにって思うかもしれないけど、やられっぱなしで僕がもしこれで何の文句も言わずに、当然ネタにはするんですけど、正直、こういうことってタレントとしては面倒くさいなっていうのもあるんですが、ただこういうふうに、それこそやりたい放題にやられちゃうと、それは今後も、なんていうんですか、他の人たちにとっても良くないだろうし、俺が別にそこでね、何も芸能界を代表して立ち上がるっていう意識はさらさらないんですが、ここまではすんなよということを、世間というか公に訴えたいという、そういう意味では意義があるのかな、会社としてですね。芸能活動に関してだから、それはもう本当証明のしようは確かにないですよね。だから僕みたいなタイプのタレントは普段その政治に関しても何か言ったりとか、いろいろ学問の学者さんとも討論したりとか、いわゆるこうちょっとなんていうんですか、インテリぶって偉そうなこと言ってるみたいなイメージがある人もいると思うんですよ。でそれが裏口だったってなりゃ、なんであいつバカなんじゃないかと。でそういう意味で言うと、イメージダウンということにもなるかもしれないけども、もうそういうのってタレントのそういうことっていろんな面からのイメージだから、あの記事によって、マイナスのイメージは確かにあったけれども、それを利用して私も裏口がどうのこうのでギャグにしたり、例えば田中が金玉取ったのはマイナスですけど、あの金玉でどれほど稼いだかっていうのもありますから、だからそれはどう解釈するかによりますよね、きっとね。